げますね。あ、はい。はい、ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。ハイサイ協会デビルの時間がやってまいりました。今日のお相手は、荒垣博正でお届けいたします。今日も山内先生、本当は一緒にですねスタジオ入りする予定でありましたけども、まだ、ついてませんので、私の方で、進めさせていただきます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、ハイサイ協会デビル、2017年の、はい、初めの、放送となります。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日はあのミキサーを、宮里、はい、あ、宮里です。宮里さんに担当して、はい、下のお名前は何ですか。咲子です。宮里咲子さん、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、そしてまた、神田さんもですね一緒にスタジオ入りしてですね私の、あれこれ手伝っていただいておりますが、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、はい、いつもでしたら御言葉を聖書の中から、拾ってですね、紹介するんですが、今日はですね、聖書に準じた詩を私、読み上げて紹介したいと思います。神の思わんばかりっていうタイトルの詩ですけど、とても有名な詩なんですけどね、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、神の思わんばかり、大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱な体を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。言葉に表されてない祈りが叶えられたのだ。ああ、私はあらゆる人々の中で最も豊かで祝福されているのだ、という詩ですね。これはアメリカ のニューヨークの、州立の病院のですね、病室の、壁に、書き残された詩というふうに言われているんですよね。おー、すごい。はい、いわゆる入院してた、患者さんが、書き留めた、詩ということですね。結構あちこち の教会の壁にもですね、この詩を、掲げているところが あるんですけどね。はい、これは何を語っているかというとですね、人間は自分好みの願いっていうのをいつも神様に祈るんですよね。はい、いわゆる御利益を求めるっていうのはありますよね。新年になると、たくさんの人たちは神社に行きますよね。はい、お賽銭持って今年1年いい年にしてくださいっていうことで祈ると思うんですけども、だいたい自分感覚の祈りなんですね。受験を控えている人は合格させてほしいとか、ご縁がありますようにということでね、もう結婚したいなという思いの、方々はそういう願いを込めていくんですけども、あくまでもこれは人間側からの、願いでありましてですね、神様側からはですね、実はこの一人一人に対して計画があるんですね。ですから、人間のご利益通りにはなかなかいかないというのがありますよね。はい、実は私はクリスチャンになるずっと前の話ですけどね、ある時新年に友達と一緒に、波浪屋宮に行ったことがあるんですけどね、はい、もう30年ぐらい前の話なのかな、そしたらおみくじ引いたら1年何をやってもうまくいかないって書いてありましたね。でもこの1年を振り返ってみると結構いいことはいっぱいあったんですね。やっぱ当たらないなというふうに思ったし、何をやってうまくいかないというのはどういう意味なのかなというのは未だに、解明できてないんですけどね。謙虚者に謙虚になるようにというふうに言われたのが何なのか分かりませんが、そういうふうにして神の目線ではですね、全然違う方向で、しかしながらこの詩の最後の方にはですね、求めたのは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられたっていうのを書いてるんですね。はい、
やっぱり人間の、要求通りではなかったけど角度を変えて神様はこの人を人格的にね、うん、大いに用いて、立て上げたっていうところを結果的に往来だったっていうところに落ち着くっていうところですね、うんうん、まあそういったのが神の、思わんばかりっていう、まあ、神様目線では本来はこういう歩みをあんたしなさいよっていうことですね、うん、まあ少しずつこの方は、考え方を修正を加えられてですね、うんうん、最終的には非常にね祝福されて天国に行ったっていうふうな、ことが言われてる詩なんですね、はい、ですが今日は、まあ、新年早々ですねこの詩を紹介いたしました、はい、いいですね、はい、本来であれば山内先生とですね投稿を交えながらいろんな話をするんですけども、はい、まあ、今回も何回かあるんですけどね、はい、勝手に進めさせていくっていうのが、お正月でもありますからまた正月のねお話も含めながら、うん、はい、宮崎さんとは初めてですので、はい、宮崎さんと自己紹介も交えながらですね、そうですね、トークを交わしていきたいと思いますが、はい、よろしくお願いします、はい、その前にじゃあ1曲、はいはい、いきますか。分かりました。ですね、じゃあはい、じゃあ1曲流します。私親があれなんですよ、クリスチャンなんですよ。あ、そうなんだ、はい、どうぞ。で、さきこさん、はい、さきこさんは教会行ってるの？はい、今行ってない。教会はそうですね、もうなんか ドルフさんから来てるね、早速家島の方で教会の、あ、違います、都の方で、都の教会というのはどこなのかな、空港の近くのカトリックの教会があるよね。あっちに行ってました。ああ、そこなんか保育園か幼稚園か一緒にある、それ三丁目、あそこは何ていうの、下里、西里、あそこなんだろう、私本当私は全然行ってなくて、うん、そこの学校出た、学校というか幼稚園出たの？あ、全然。あ、違う、うん、育ちは都じゃん。都です。都でしょ、うん、親とかおばあちゃんとかの家族全員、親族が、うん、あ、クリスチャンだった。そうか、じゃ教会のことは少しは分かるね、うん、分かります。歌も私あれが好きなんですよ、うん、美しみ、いや、美しみ深き、深き、うん、いや、そうです、うん、美しみ深き、いろんなね、結婚式にも流れるし、うんうんうん、昇天式、お葬式の時もよく歌うね、これは、うんうん、そうです、葬式とかがだから教会であるから、あ、うん、よく歌ってました。あ、これそのまま CM ですか？ CM、そうそう、これ終わって CM が入る、はい、ね、宮田さん、いつからここはFM は、あ、最近から入ったんですけど、コザにいたんですよ。あ、コザに、うん、ちょっとだけの親分のイエス様の、あ、はい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 、ケンちゃん、しんちゃんと一緒に少し、はい、リバ分も行ったんですけど、おー、すごいです、ミラーボールとかあって、はい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 、もうアメリカ式にね、作って向こうも昔はパチンコ屋だってね。そうなんだ、うん、パチンコ屋さんから始まって、その後に、葬儀会館になって葬儀教会今教会になってます。なんか、牧師さんですか？いや、僕は牧師でもなんでもない、教会の役員ではあるんですけどね、うん、まあ、教会では執事っていうふうに呼ばれてます。羊と間違えられるけど、羊、うん、命名羊みたいなもの、うーん、
さんなんですよ。議員さんなんですよ。人の声。はい、この番組はハイサイ協会デビルをお届けしております。この放送はですね、サイマル放送でもやってます。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページにて、再生ボタンがあります。完全に同じ放送を、お楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は、無料アプリ、リッスンラジオでお聞きください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、FM 宜野湾を、選曲していただければ、お聞きいただけます。そしてメールもお待ちしております。797@fmginowan.com です。早速メールが、ドドロフさんから、はい、新年のご挨拶で届いてますね、はい、ちょっと読んでいただけますでしょうか。はい、明けおめです。先生さっきたまちゃんさんおはよう、明けましておめでとうございますって書いてありますね。私に北中城の議員さんですよねって書いてますけど、北はいりませんので中城ですので中城、はい、って沖縄市ですか、はい、中城村です。中城村、うん、はい、戦前はね、今から70年以上前は北中城も中城も同じ村だったんですけどね、分村したんですよ。2つに分かれたんですね。で今村になってるんですか。両方とも村ですね。北中城村中城村ですね。はい、これには理由があってですね、はい、実は沖縄戦争ありましたよね、はい、沖縄戦で、コテンパンにもう焦土と化して、そして米軍基地があちこちにできたんですね、はい、で中城の戦前の役場っていうのは中城城跡、お城がありますよね、そのこの真ん中にあったんですよ、はい、だけどここはアメリカ軍が全部取っちゃってですね、住民が出入りできなくなっちゃったんですね、で役場の機能を果たせなくなってもう両方に分けちゃったんですよね、それで、北中城村と中城村は同じ村だったのが分離してですね、分村してもう今日に至ってるということですね。はい、中城村です。まあ、よく間違えられるんですよね。でもね、私名刺渡しながらですね、その瞬間に北中城ですねっていうふうに言われるんですよね。ちゃんと名刺見てくださいよって言いたくなるんですけども、まあ、あまり喧嘩するわけにもいかないんでね。まあそれがお付き合い、なんていうかな、近づく、ネタにもなればなと思ってですね、まあ、大体言われますね。はい。あなただって分からなかったんでしょ、中城と北中城が。全然、はい、私まだ沖縄の地名があんまり分かってなくて、ああそっか。今沖縄はいくつ市町村あると思います。15ぐらいですか。いやこれ41あるんですね。41もあるんですか、はい、北は国頭村からずっとねこう行くと宮古八重山、与那国町まで、こっちも入るんですか。もちろん、はいはい、そっか、沖縄県から始まりますもんね、41市町村。かつてはね、合併する前は53あったんですよ。結構ね、高校生でも言えないっていうの多いですよね。知らないんですね。だから、南部の人がね、東村から来たって言ったら、東村ってどこってみんな言うんですよね。まあ、人口2000何歩しかいないんでね、あまり目立たないところなんですけどね。まあ、最近はね、高江のオスプレイの問題でいつも新聞載ったりするから大体の人が少しは関心しまして、東村というのがどこに位置していてこういった村があるんだというのが分かるようになったと思うんですけども、まあ、そういったのが話題にならないとね、ほとんどどこにあるか分からないですよね。分かんないですね、はい、でまた沖縄本島の人たちはね、多良間村ってどこにあるのって言ったら分からないんですよ、多良間島ってなんか聞きた覚えがあるけど、どこかな。台湾の近くですよね。違いますか。台湾の近くってちょうど宮古島と石垣島のちょうど真ん中ぐらいにね、丸っこい島があるんですよね。そこが多良間島です。なんかヤギがいっぱいヤギもいますね、ところですよ、はい、で、まあ、私も3回ぐらい行ったことあるんですけどね、非常にのどかな島でね、はい、8月踊りっていうのが有名なんですよね。なんかニュースでやってますね、多分ニュースでよくやると思うんですけども、国指定のね無形文化財になってて、はい、朝から晩までもうこの祭りを2日間でしたかね、2日間もやるんですか。2日間、はい、はい、多い、もう80曲ぐらい演奏するとかなんとか言ってましたよ。三線弾く友達に聞いたらですね、もうコテンパンにやられる疲れると言ってましたけども、でも年にね
あの何回かしかない楽しみの中の、うん、まあ、睡魔としては一つの行事ですので、うん、まあ、大切にあの保存されていると思いますね、はい、まあ、そういったのも、お話しするのもですね、いい機会かなと思いますね、はい、はい、うん、宮里さんはあのお正月の思い出っていうのはどんなのがあります、はい、今年ですか。今年というか、いやいや、あの今までの中でね、子供の時から含めてですね、宮古島の正月ってどういう正月なんですかね。入ってないね。マイクの調子が、ちょっといまいちですけども、じゃあ私の方からね、お話しますよね。私が生まれたのは1961年ですので、まだ、アメリカ U だった時代なんですね。ですから、旧正月が、メインだったんですね。はい、皆さん、あの旧正月っていうのは、あまり経験ないかなと思うんですね。でも、あの今でもあの漁村、漁業が盛んな地域、例えば沖縄では糸満市とか、南部とかですね、中部の、うるま市の焼けなあたりでは、あの今でもやるようですけども、はい、宮古島も結構旧正っていうのはあるんじゃないですか。どうですかね。あ、でもあんまり旧正月とかやらなくて。あ、そうですか。そのクリスチャンなのでお家が。あ、そうか。あの習慣としてね、うん、昔ね、うんうんうん、あの僕が子供の頃はもうほとんどあのお年玉っていうのは旧正月にもらうっていうのが当たり前だったんですね。うん、じゃあ普通のお正月にはもらわないんですか。普通のお正月にはもらわなかった。うん、でもテレビはね、正月番組ずっとやってるんですよ。うん、もう笑いからね、まあ今はもうすごいけど、あの当時もね、うん、こういうテレビはあの普通のお正月番組をいっぱいやってるけど。感覚はもう正月じゃないんですよ。そういった意味で旧正月が沖縄にとってはあのメインであった時代でした。うん、そしてお年玉、当然あのドルですよね。あ、そっか、何歳までドルだったんですか。僕が小学校5年の時ですから、10歳までですね。はい、ドルって言ってもね、1ドルって言ったらすごい高価だったんですよ。うんうん、今から考えれば、あの相場よく出ますよね、ニュースでね。うん、1ドル115円とかさ、はい、変動相場制でどん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 動くんですけども、うんうん、当時はあの固定相場って言ってね、360円だった時代なんですよ。はい、で、360円って言っても、今の360円よりももっとなんか価値があったような感じしますね。感覚的に今からすれば1000円ぐらいの価値あったんじゃないかなっていうイメージがありますよ。なぜかと言いますと、子供があのこの紙幣を持つっていうのは、うんうん、あまりなかったんですよ。うん、まあ、せめて1ドルか5ドルぐらいですね。まあ、だいたいあのパンとかコーラが5セント5セントぐらいですから。50円ぐらいですか。今からすればそんなんですよね。だから25セントぐらいがお年玉でもらえたらもう飛び上がるぐらい嬉しかったですね。はい、だいたい10セントとか5セントっていうのもよくありましたね。なんか未だにあの観光客の人とかに、うん、沖縄って左通行なんですかってよく聞かれるんですけど、あ、右通行、はい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 、はい、ね、運転ですね、うん、はい、あれもですね、私がちょうどあの高校2年の時にね、うん、交通変更があったんですよ。あれあの730っていうのを沖縄で言いますよね、うん、はい、その時分かります。全然分かんない。生まれてました。生まれてないです。まだ生まれてないか。あ、そうか。ちょうどね、僕は西原高校であの陸上部に所属してて合宿してたんですよね、うん、はい、体育館で寝泊まりしてる日だったんですよ。だから鮮明に覚えてるんですけどね、夜中にね、12時にサイレンが鳴ってね、うんうん、沖縄中の車が一斉にブワーって止まるんですよね、うん、もう戒厳令みたいな雰囲気ですよね、うん、もう一台も車走らなくなるんですよ、沖縄中で。あ、走ってるのはパトカーとかあの工事の関係の車両、うんうん、全てあの道路標識を反対にひっくり返さないといけないんでね、この一夜にしてですよ、はい、その作業をやるために工事業者と警察関係はもうずっと動いてるんですけど、うん、一般車両はもうこの夜の12時から、朝の6時までは通行止め、うんうん、で朝起きて6時になるとね、またサイレンが鳴ってこう反対に変更するっていうシーンがあるわけですよね。でバスもその日を起点にしてバス停が反対になるんですよ。あ、そっか。で乗るドアも反対になるわけですよね。で運転手さん の, あのハンドルも反対になるんですよね。あ、ハンドルも、うん、ハンドルもハンドルも右だったんですか。左ハンドルから右ハンドルになるわけですよね。あ、そっか、うん、
すごい、まあ、そういうシーンが、あちこちで見られてですね、もうやっぱりあの今考えればあ夜が終わりっていうのはそういったところで変わっていくんだなというのがありますね。すいいですね、立ち会えたの、それそうですね、うん、だから小学校5年生の時にはドルから円に変わったんですよね、うんうん、だから今日からは円を使いますよってなるわけですよね、うん、で1万円札なんていうのは当時あの聖徳太子 の, あ の, 円あの1万円札だったんですけどね、うんうん、初めて見ましたよね、うん、親が交換してきてね銀行で、うん、そして家族でみんな子供たちにね1万円だよって見せられたらみんな触るんですよね触らせて触らせてということですね。これが自慢、うん、あーすごい、ね、5円玉とか10円玉っていうのは穴開いてますよね、うんうん、はい、お金で穴開いてるっていうのは世界でもとても珍しいらしいで、うん、らしくてですね、あのドルにはないんですよね、うんうん、だから穴が開いてるお金って言ったらあのゼネ型平次のねあのお金を小判なんか、うん、昔のね江戸時代のね、うんうん、あの時代のお金のイメージしかないんですけどもあ、まあ分かってはいますけどね、うん、実際に目にするとびっくりしますよね、なんかね、うん、なんかお金じゃない、なんかおもちゃっぽく見えたりしてですねまあそういった経験がですね、うん、人生の中で、2度味わえたっていうのがありますね。いいですね、はい、あーすごい。ですから交通変更の前っていうのはねいろんなことがありましたよね。だから道路標識も全く逆になるわけですよね、うんうん、走ってる感覚も全部違ってくるわけですから、うん、だからこの時はね一番交通事故が多かったって言われてるんですよ。あーそっか、うん、慣れないですもんね、はい、みんな。しかもベテランの運転手さんほどあの交通事故が多かったって言われてて、バスがねサトウキ畑に転落したりとかね、30年ぐらいのベテランの個人タクシーの運転手がハンドル外したとか、もうあんなんていうか操作誤ってね、引っ掛けたとか、こういう話がもういっぱいあって、うんうん、ただしね死亡事故だけはね数ヶ月間なかったんですよね。うん、うん、なんでですかね。それだけ慎重運転はしてるんですよ。あ、みんな、うん、あれ記録になるぐらいの期間死亡事故がなかったって言われてるんですよね。それぐらい、まあ、その分またあの全国からまた警察官が来てですね、うんうん、あのなんて言いますかね、交通案内と言いますかね、そういった指導をずっとやってたんですよ。ですから徹底してこう慣れるまではあのこういうふうなあの交通方法変更っていうのをやったっていうのが、うんうん、まあ、僕ら記憶に残ってますけどね、まあ、だいぶ思い出してましたね、うん、すごい。なんかお母さんたちから聞く話とはまた違う感じの。あ、はいはいはい、はい、宮古島はやっぱりちょっと遅かったんですかね。いや一斉ではあるんですよ、はい、うんうん、離島も全部一斉ではあるんですけど、うん、まあ、交通量の違いでしょうね。今でこそ宮古島はね結構車走ってると思うんですけど、うん、当時はやっぱりね今と格段に交通量少なかったと思います、うん、島は、ね、で道路も綺麗ですよね今宮古島もね、うんうん、昔はねもうやっぱりちっちゃな道でね、うん、あの車もそんなにたくさんはなかったと思うんですね、うん、まあ、その分離島の方はまあスムーズに行ったかなと思うんですね、うん、今もあんまり車いないです、うん、でも当時はもっと少なかったと思いますよ、はい、はあ、すごい。なんかお正月の思い出じゃどうぞ、はい、はい、お正月の思い出、うん、本当にないんですけど、お正月いつも、うん、あの遊びに行ってたので。あ、どういった遊びするんですか。あのその日だけ12時まで、うん、ほらあの朝まで出ていいので、うん、みんなであのすごい遠く1時間ぐらいかけて自転車で寒い中、うん、初日の出見に行ったり、あ、はいはいはい、とかやってましたね。今年はけどあの初めて初詣に行ったんですけど、うん、なんか私お賽銭入れないんですよいつも、うん、なんかね子供も一緒に行って、うん、あのガラガラ、はい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 、あれがすごい良かったみたいで遊んでましたね。もう私たちは、もう私もクリスチャンになって13年目になるんですけども、はい、もう毎年も元旦礼拝で教会に行ってます。お正月は元旦礼拝っていうのもあるんですか。はい、もうどこの教会でもやってると思いますが、何、まあ、ですか元旦礼拝って。まあ普通礼拝は日曜日、うんうんうん、まあ、教会によってはあの土曜日のね、うんうん、セブンスデー教会なんかは土曜日の礼拝っていうのがあると思うんですけども、はい、まあ、大体日曜日が我々のところはあの主日礼拝といってですねやるんですけども、うんうん、まあ、元旦は元旦でね新年を、まあ、迎えるときに、まあ、礼拝を特別にやるっていうのが、うんうん、まあ、習慣づいてやってます。あ、はい、そうなんだ。ですからもうずっと、お正月は教会に行くっていうのが習慣になってます。うん、はい、とてもあの1年間恵まれますよね。あの教会でこう礼拝してですね、うん、去年1年間大変ありがとうございました、神様守ってくださいありがとうございましたということで感謝を込めてですね、
そして新しいまた1年もあのより良い歩みの1年にしてくださいという祈りをみんなで捧げて、うん、まあ、あの新年のご挨拶をして、終わるんですけども、うんうん、まあ、そんな派手なもイベントでも何でもないんですけどね、うんうん、まあ、あとはもう牧師先生が、まあ、1年の抱負とか、今年1年 の, あの年間の何て言いますかね、御言葉っていうことで聖書の中から拾って、紹介するんですけどね、これを今年1年の御言葉として守っていきましょうというような、流れになっていくんですけども、そっか、やっぱりでも教会はクリスマスの方が盛大ですよね。あ、もちろんそうですね、はい、クリスマスとあと復活祭ですね、はい、何でしたっけ、あれなんか隠しますよね、あ、卵、うん、まあ、卵を用いたり、あるいはあのユリの花、うんうん、あの、イースターリリーっていうのかな、あれは、うん、ユリの花に例えていろいろとイベントをやったりしますけどね。そうな、あ、なんか私子供があのクリスチャン の,、うん、よ、あの保育園に行ってるんですけど、はいはいはい、そっちでもなんかよくその、うん、なんです復活祭やってて、うん、はい、なんなのかあんまり分かんないんですけど、復活祭が、復活祭はいわゆるあのクリスマスはイエス・キリストが、この世に生まれたっていうふうにね、降誕した日、記念をする日っていうふうになってるんですけど、ね、うんうん、まあ、正式に聖書で12月25日っていうのはどこにもないんですよ。ほう、はい、だから、うん、この日はあの教会によってもう世界中の教会ではちょっと動いたりしてるんですけどね。あ、そうなんですか。はいはい、まあ、でもある程度もここで落ち着けようということで12月25日にほとんどの教会がやってると思うんですけどね、うんうん、まあ、その前後にまあクリスマス会というのをやるようになってはいるんですよね、うんうん、で復活祭もですね、でイエス様は十字架につけられて、死んで3日目によみがえるっていうのがイエス様、うんうん、あの聖書の中書かれてますよね、うんうん、だから復活をお祝いするっていうイベントなんですね、うん、一つの、はい、だから重要ではあるんですよこの復活祭というのは。なかなか日本では定着はしてないんですけどね、はい、アメリカあたりでは非常に盛んに行われているあの教会のイベントですね、はい、そうなんだ。まあ、これがあの聖書の中心的な、まあ、うんうん、あのなんて言いますかね、この教えと言いますかね、まあ、習わしなんですね、うんうん、あのイエス・キリストは、十字架につけられて死にて葬られ3日目に死人のうちからよみがえるっていうのなんですね、はい、そうなん、全然分かんなかった分かんないけど卵もらってくるからとりあえず食べてって感じでした、まあ、イースターエッグっていうのかなあれは、うんうん、はあ、そうですね、はい、切れてますね切れてましたね、これライブを終了ではい、はい、その後にどれだったかな、操作が私が、うん、はい、今、新年のまたお話を進めながら、ハイサイ教会デービルを、お届けしております。皆さんのところでは、どうでしょうか、新年は、楽しく過ごされましたでしょうか。ここ沖縄はですねものすごく暑い正月でしたね。暑かったですよね。今日もさっきまではちょっと涼しかったんですけども日が差して暑くなってますね。もう上着取りましょうね、私ね今年寒くなってないんじゃないですか。寒くならないですね、本当に ね暑い、すごい暑い、26度ぐらい差してましたね、うん、はい、暑い。あの年末にですね、あ、正月の日でか、うん、あの車をですね、はい、あの太陽の下に止めてたらね、あの車の温度計がね37度になってましたね、私の車、暑い正月で、あ、正月で37度だったんですか、はい、うわ、ドドロフさんからももうずっとメール来てますね、高校時代のお正月はどうでしたかっていうことを、ね、ああ、高校時代ですか、うん、高校も宮古島、宮古島です、宮古高校、工業高校です、工業高校、はい、うん、高校の思い、お正月、高校の時何してましたかね、遊んで遊び回ってそうです、多分ありますか、高校生の思い出。いや、どこですか、ちなみに生まれは。僕中城ですよ、はい、中城、はい、何やるんですか、何やってました、お正月、高校時代の、高校時代の正月っていうのも、まあ、友達と遊んでたっていう程度でしょうね、遊び回りますよね、うん、お正月って、うんうん、そっか、なんか大人になってからがお正月ってちゃんとやりますよね、はいはいはい、お年玉あげたり、うん、まあ、あの地域 あの習慣なのか分かりませんが、うん、あの必ず親戚とかっていうのはちょっと挨拶に行くっていうのはありますよね。あ、
っちの、父は、三男坊なんで、うんうん、長男さんの家に行く、おじさんの家ですね、うんうん、行くっていうのが、まあ、昔からのね、あ、習わしみたいので、まあ、それが習慣づいてるっていうのがあって、うんうん、まあ、そこにまた我々のいとこも集まってくるんで、うんうん、そこで、まあ、親戚同士の、懇親を深めるっていうのは、まあ、習慣でとしてありますね、うんうん、今でもやってますけどね。あ、すごい、はいはい、結構私たち大阪にも親戚が結構いましてですね、うんうん、やっぱ大阪も同じように集まるらしいですね。あ、はい、どこも集まるんですね、うん、だからもう家いっぱい集まってきますよということを言ってて、沖縄より多いんじゃないかなと思いますけどね、もちろん大阪の親戚はですね、あ、うん、まあ、本土の方では雪 のニュースも届いてますよね。ドドロフさん、雪のマークを送っていただいてますけども、ドドロフさんはどういう正月を過ごしたんでしょうかね。まあ、メールでちょっとでも紹介していただければ、はい、話が弾むかなと思います、ね、はい、うん、そっか、暑いですね。暑い正月です。今年は本当に暑い正月です。珍しい、何年ぶりですかね。そうですよね、まあ、去年も寒かったですよね、はい、去年ね、結構このスタジオにもね、ブクブクのジャンパーつけてきたとか何回かあったんですけどね、うんうんうん、今年はでも今年半袖の人が多いですね。ああ、はい、そうです、はい、半袖ですね、うん、昨日も私もほとんど半袖に近い状態でしたけども、ちょっと曇るとね、少し肌寒くはなりますが、うん、まあ、肌寒くなるって言ったらもう本土の方からね、ちょっと笑われるかもしれませんね、うん、どこがって感じですね、うん、もう20度越してるのに何が寒いんだって言われるかもしれませんが、はい、まあ、そういう状態の、沖縄の今日この頃であります。はい、はい、それではまたもう1曲いきましょうか、はい、いきましょうか、じゃあ精霊の精霊望まれ、精霊望まれという歌を流します、はい、顔じゃないですよね。誰が？先生。そうね。薄い。じゃあもう母方はもしかしたらたどればよ。たどれば中国系じゃないかなと思うよね。うん、なんかね、言われません？沖縄なのに薄いな。うん、まあ言われることは言われるね。うん、僕より。黒い本土の人いっぱいいますからね。あまり日焼けしてもね、また戻るんですよね。あ、赤くなる、うん、そう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 、色素が薄いんです、うん、山内先生はこう言うじゃないですか。はいはいはい、沖縄って感じなんか住んだこともないんですけどね、本土の方には行く機会はよくあるけど、住んだことはない。ずっと中城ですか？ずっとっていうか、まあ、結婚してちょっとだけ那覇に住んだり、灰原に住んだりっていうのはあったけど、うん、まあ、ごくわずかですね。もうほとんど中城ですけど。伊江島には住んでなかったの？はい、ずっと宮古です。宮古も結構教会多いんですけど。あ、そうですか。こっちの教会ってあれですよね、沖縄の教会が、うん、本当に外人がいっぱいいて、本場の教会って言うんですよ。まあ、確かにね、外人さんは、うん、僕が前行ってた中城の教会は外人さん多かったね、うん、外人って言ってもアメリカ人だけじゃないよ。アフリカからも来るし、中東からも来るし、うん、中国、韓国人も多かったし、あ、何、南米からもいましたね。うん、だから世界宣教協会という名前だったんですけど、うん、すごい。だからあっちこっちの言語が飛び交うんですよね。あ、でも覚えられそうですね。通訳できる人たちは通訳してますけど、だから通訳の人がね、3、4名ぐらい座ってたのかな、後ろに。スペイン語ができる人と英語ができる人と、こう韓国語をやったり、大変、うん、もうみんな人たちは何て言いますか、このイヤホンみたいなね、あれつけて同時通訳でメッセージ聞いたりしてましたけど、うん、
海外とか行ったことある？まずないです。ない。行きたいです。子供が生まれてからも全然。あ、そっか。いくつですね？今2歳です。あ、2歳。まあ、ちょっと手がかかるね、またね。うん、可愛い時期だから。いくつですか、奥さん？もう上は20歳で、下は高校1年生。うん、高校1年生が一番手かかるんじゃないですか。まあ、ラジオでは言えないねんて。二十歳だったらあんまりじゃあ変わらない。中です。宮戸さんが聖書の中で印象に残ってる御言葉とか好きなところってある？全然わかんないです。わからない。まあ、親分でなんかいいのがあったんですけど。親分様で、うん、なんて言ってた？忘れちゃった。忘れた。教会、あのクリスマスの時の番組だったんですけど、うん、ああ、しんちゃんがじゃあ行ったんだな、いろいろと、うん、2人で生誕劇やってました。あ、高誕劇ね、うん。なんでクリスチャンになったんですか？神様がおいでおいでしたね。あ、5秒前です。はい、ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルをお届けしております。はい、今日はですね、宮里さんと2人で、はい、荒垣2人でですね、いろんなトークを交えながら、話をしておりますが、はい、本来でありましたらね、教会の、ね、先生方来ていただいてゲストのお話を聞くっていうのがこの番組 の趣旨なんですけども、はい、でもだいたい趣旨はね、外れるのがこの番組ですの で、はい、自由トークで進めておりますが、はい、私たちの言うたこ面白いですかね、どうですかね、かうん、コメントも寄せていただければと思います。はい、お待ちしております。メールアドレスですね、もう一度紹介します。はい、797@fmgino1.com です。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、宮里さんもぜひ教会行ってね、恵まれてくださいよ。うん、はい、うん、なんかね、教会行ってけど、なんか私食べ物もらいに行ってた記憶しかなくて、うん、食べ物、うん、ほらお菓子とかもらえるじゃないですか。小学校の時にみんなで出入りしてたんですけど、あ、はいはいはい、お菓子をもらいに、うん、なるほど。だから大人になっていざ行こうと思ったら、うん、ちょっとなんか初めてだからなんか入りにくいなっていうのがあって。全然大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。はい、もうみんな敷居が高いとかってよく言うんですけども、ちょっとそんなイメージが、そんなのはありませんので、自由にですね、歓迎されますよ。なんか初めて来ましたとか言って行けばいいんですか？あ、まあ、もちろん、うんうん、もう大歓迎されますので。はい、なんかね、うん、敷居が高いイメージが。あー、だからね、うちの教会なんかはね、うん、鍵をかけないっていうのが習慣になってるんですよ。24時間オープンでね、もう泥棒さんもどうぞいらっしゃいっていうくらいですね、オープンにしてるんですよ。うん、あ、じゃあいつ行ってもお祈りできるってことですか？そうそう、そういうことですね。はい、まあ、結構こういう教会ありますよ。いつもドア開いてるっていうのね。なんかアメリカのやつではすごい、映画では見るんですけど、あ、はい、日本でもあるんですね。まあ、それを実践しようということでですね、うんうん、もうでもこの番組でちょっと紹介したことがあるんですけどね、はい、前行った私の教会にね、まあ、向こうの世界宣教協会は教会があってフリースクールがあるんですよ、うんうんうん、子供たちの学校、はい、100名ぐらいいるのかな、うん、生徒さん、幼稚園ぐらいの子供たちから高校生までですね、うんうん、正式な学校法人の学校じゃないんですけど、フリースクールで、でも学びはもうちゃんとしてやってますけども、うんうん、ですからたくさんのお金がね、うんうん、動くんですよね、うん、あ、これ音楽ずっと入ってるのかな。あ、ずっと入ってます、うん、はい、その時に実は泥棒さんが入ったんですよね。うんうん、泥棒にさん付けするのは珍しいと思うんですけど、ね、なんかお金を盗む泥棒ですか？うん、そう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 、うんうん、そしたらね、金庫に入れておけばよかったものを明日出勤するからって言って、事務の関係 の方がシール作りの引き出しの中に入れてたらしくてですね、ああ、すぐ取り出しやすい、朝使うんだったかな、うんうんうん、300万ぐらい。ああ、そしたらもうみんな持っていかれちゃって、ああ、
金庫も破られようとしたらしいんですけどね、うん、金庫大きな金庫でもうあの電動工具を持ってきてガーッてね、うんうん、やったけども傷つくぐらいで破れなかったんですね金庫はね、うんうん、でもスチール机ですからバールで一発で開くわけですよね、うんうんうん、それでもう朝来たら警察が来てて、うん、どうなってるんだと思ったらもう後でこういう話を聞いたら、はい、もうびっくりしましたけど、でも教会の人たちね非常に素直ですね、みんなで集まってこう祈りましょうっていう話になってですね、うん、私たちは、まだ教会行って間もない時期だったので意味があまりよく飲み込めてなかったんですけども、はい、一生懸命みんなでねこういう被害に遭いましたっていうのね、うん、これは神様からのいろんなね示しがあったと思いますからということを言って祈って祈って、うん、そしたらねある方がねもう祈り始めた中にねこの泥棒さんもね悔い改めるように救ってくださいという祈りをするわけですよね、うん、この泥棒さんもねもうどっかで反省してね、はい、この罪を悔い改めてね、うん、そして神様の身元に行けるような形に救ってくださいっていうことを一生懸命祈るんですよ、はい、あれ見た瞬間見た瞬間で聞いた瞬間と見た瞬間にね、うん、クリスチャンっていう人種はなんか変わってるなって私も思いました、ね、普通だったらこんちくしょうと思いますよね、はい、普通にも思いますね、うん、300万も人のお金を盗みやがったと思うんですけども全く逆でしたね、そしたらねこの情報がねあちこちに伝わっていてね、アメリカの教会まで伝わっていてね、うん、そしたら大変でしたねということでお見舞いで少しばかりお金が集まってきたんですよ、うんうんうん、これがね300も一気に越しちゃったんです、うん、こういう現象があるんですよね、あ、うん、あとなんか親分はイエス様ってこっちでもやってるんですけど、うんうんうん、そこでもなんか言ってたんですけど、うん、耳が聞こえない人がいて、はい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 、お祈りしたら聞こえるようになったっつって、あ、はいはい、石本くんね、そうそうそう、よく知ってますよ、あれも、うん、それはあれですか、本当なんですか、このあ、これあれ彼本当でしたね、彼話聞くときに聞こえる方の耳をこう向けるっていう癖があったんですよね、うんうんうん、どうしてもね、でずっと子供の頃からもう耳のこの障害抱えてからはこういう姿勢になるっていうのが当たり前だったのが、うんうん、病院ももちろん行ってるけども治らなくて、うんうん、それで、まあ、我々の教会に来るようになってきて、うん、いろんな先生方にお祈りしてもらったら、はい、ポッコーンって聞こえるようになったって本人言ってたみましたけどあるんだと思うんですけど、あるんですね、うんはうん、人によってはやっぱりこういう癒しが奇跡が起こったりするっていうのがよくありますね、はい、すごいあれはびっくりしましたね、うん、だから聖書に書かれている御言葉っていうのは必ず成就すると言われている、うん、だからこの聖書は予言の書と言いますよね、うんうん、聞いたことあります、予言、わかんないです、予言のようの字が2つあるの分かりますよね、漢字でね、わかんない、うん、漢字で書くとね予算の予っていうのと、うんはいうん、預金通帳の予っていうのが、ねはいはい、預けるっていう字ね、うんうん、だいたい聖書の予言っていうのはこの預けるっていう方を使うんですよ、うんうん、予言、これは神様の御言葉を人間が預かって代弁していってるということなんですよ、うんうん、だから人間が予言してるんじゃないんですよ、神様が予言する、神様の言葉を与えられてるんですよ、予言者に対してね、うんうん、でも人間の予言っていうのはこのあらかじめって言いますね、うんうん、この予算の予っていうのを使うんですよね、うんうん、これは人間の予言なんですよ、だからこれ外れる時があるこの予言はね、だからノストラダムスの大予言って、うん、我々子供の頃ね1999年に人類が滅亡するっていうのがあったんですよねでこの1999年我々通過したんですよ、はい、でも何もなかったですね外れたんですね、うん、だから人間の予言っていうのは外れるけど聖書の予言っていうのは 100% 当たると言われてる書なんですよ、だから 100% 当たる書を読まなかったらもったいないんじゃないですか、はい、人類でね一番読まれてる本ですよね、うん、なんか言ってました、もう永遠のベストセラーね、すごい世界中 ですよね、これもね前にもね番組で紹介したんですけどね、日本で一番売れてる本っていうのは何か分かります、聖書、聖書ではあるけど一般的な本っていうのは何だろう、うん、漫画本も含めてね、まあ、教えますよね時間がないからね、はいうん、ドラゴンボールが一番売れてるらしいですよ、そっちか3億冊ぐらい印刷されてるって、そこは聖書じゃないんですね2番目は聖書2番目はワンピースが売れてる、あ、そっちなんだ、2億7000万冊って言ったかな、印刷されてる、聖書はあれですか、聖書はもう群を抜いてるんですよ、もう世界中、まあ、聖書は世界中にありますよね、うんうん、もう地球の言語という言語を訳されてるんですよ、
で年間でですね、人類でしょ、地球上でね、うんうんうん、3800億、もう数字が分かんなくなってきました。桁が違いますよね、うん、もう人間の人口は70億ぐらいと言われてるけども、うん、これをはるかに忍んでるぐらいが印刷されてるんですね。え、この聖書って、はい、もう変わらないんですか、この変わらない、永遠に変わらない。もちろん訳はちょっと変わりますけどね、うんうん、あの時代ともにちょっと修正をしますけど、意味は絶対変わらない。はこれはあの足してもいけない、引いてもいけないと言われてるんですね。うん、ですからこれが永遠に続くっていう予言であるし、うん、で 100% 当たるっていうのが予言です。ですから読まなければ損ですね。人生生きてる間に1回ぐらいは聖書、1回じゃないですね、ずっと読んでてもらいたいですねこれ、うん、どっから読めばいいんですか、1ページ目から。あ、まあ、順序よく読むっていうのが一番いいかもしれませんが、うん、ちょっと難解な部分があるんで、うん、やはり自分が好きなところからでも結構ですし、どっちでもいいですよ、うんうん、まあ、できたらやっぱり教会でメッセージ聞きながら、うん、その意味は何ていう意味ですよということを聞きながら、そこのページを見る、はい、読んで理解するといいですね。私なんか国語辞典に見えるから、うん、すごい読むのに抵抗があるんですよ。あ、分厚いからね、うんうん、それと例えが多いんですよ、聖書はね。イエス様はこれは何という例えに、花に例えたり、うん、気候に例えたり、風に例えたりとかいっぱい例えが出るもんですから、はい、ちょっと自分たちの感覚では分からないっていう部分がありますので、うん、その辺はですね、やっぱり先輩方とか牧師先生のような方々から教えていただいた方が、うん、すぐ分かると、はい、分かりますね。あ、そうなんだ。ドドロさん、ちゃんと書いてますね、この字ですね、予言、予言、はい、うん、そっか、泥棒のためにも祈るよって書いてますね。すごい、だから泥棒のために祈るってすごいですよね、うんうん、この方が悔い改めたかどうかは神様のみしか分からないと思うんですけどね、うん、まあ、救われてほしいと思いますね、うん、はい、でも盗まれたお金の倍以上集まるってすごいですよね。すごいですよね、こんなことってありえるんかいって思うんですよね、うん、あるんです ね、はい、すごい、もう時間も、ね、迫ってきましたが、はい、またですね、うん、新しい年、2017年も皆さんにとっていい年になりますように、うん、祈ってます。まあ、ハイサイ教会デブリもですね、もう主役の先生がね、いつもスポーツ出すもんですからね僕が、本当はピンチヒッターなんですけども、ほとんど私が最近は、なんて言いますかねやらなければならないようなハウェイに会ってますけどもまあいいでしょう、受けて立ちましょうっていう、はい、空いてればですけどね、私も、まあ、議会が始まったらね、まあ、議会が優先になりますので、うん、まあ、それはそれでですね、また先生が、やっていただけると思うんですけども、はい、皆さんもぜひ協力してね、はい、ラジオ一緒にやっていきましょうよ。はい、もうね、うん、私久しぶりにやったからもラジオ、ああ、もう全然分かんなくて、はい、今日はいろいろ間違いが起こったんですけれども、大丈夫ですよ、はい、まあ、大体そういったのがつきものの、進め方ですのではい、はい、プラチナさんからもコメントが、お疲れ様でした、ね、お疲れ様です、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、はい、いやあっという間の、時間になりましたね、はい、楽しい時間でした、ね、まあ、先生、ね、次回は来てくれるんでしょうかねそうですよね、うん、ワンピース読むよりも先週からさっき読んでくださいねって、ね、で3番目なんだと思います、3番目なんですか、はい、3番目はね、ゴルゴ13って言われてますね。あれ面白いんですか、あ、大人の漫画ですね、うんうん、なんか女の人あんまり手をつけないようなイメージがあるんですけど、ね、あれもね、理由があってね、うん、47、8年ぐらい前からあるのかな、あれ一回も休まないで書かれてるっていうのがポイントらしいですね、はあ、それぐらい続いてるって言われてるんですね。あ、コインまでいただきましたね今日でも、うん、ワンピース読んでますか。いや、読んでない。漫画読まないんですか。今はほとんど読まないんですよね、もうね、うん、もう若い頃はね、よく読んでて、もうアブさんとかね、ああいったのが好きだったんですけど、野球の漫画とかね、うんうんうん、そっか、漫画喫茶とか今なんかあんまりないですよね、ネットカフェになってて。そうです ね、はいはいはい、はあ、なんかもうあれば、ワンピースか、はい、うん、もうちょっと時代が違ってるんでね、私の時代からはもうワンピースも、はい、ドラゴンボールもですね、ゴルゴ13は読んだことありますけど、うん、ドラゴンボールだけど昔のやつですよね、あれって。ん、ドラゴンボールって昔のやつですよね。ああ、もうドラゴンボールも30年はならないか、25年ぐらいになるかな、うん、なると思いますよ。私が生まれる前からあるんですね、うん、だってポケモン GO って今流行ってますけど、うん、あれだって20年以上になるんでしょ。ですよね、私の、うん、
そうです、小学校ぐらいからあるので、僕の子供が生まれた頃にこのぬいぐるみなんかね、たくさんピカチュウのぬいぐるみなんかもらった記憶があるんで、あれが今頃はあんなにまで爆発的に流行るとは思いませんでしたね。ね、で、事故が多いからね。ああ、そうなんですか。あ、僕やったことないんでわからないんですけどね。なんか今民家にもこのポケモンがいるみたいで、はいはいはい、不法侵入が多いって。あ、なるほど、うん、大変ですね、うん、これもうゲームの世界ですよね。でもね、はあれも面白いもんでね。これ司くんとも前話したことあるんですけど、はい、あれ対決するんですよね、あのこのモンスターとね、うんうんうん、そしたらどうなると思います？モンスターと対決して勝ったら、あ、相手に取られるんですか、うん、勝ったり負けたりするわけでしょ、うんうん、勝ったらレベルが上がっていくっていうんですよね、うん、レベルが上がっていったらあの形が変わっていくっていうことを、なんていう、あ、進化していくピンポン進化したってでもね、教会の人たちは進化論に対してはね、非常にね、あのアンテナがビビビビビって高くなるっていう性質があるもんですからね、クリスチャンは。あ、そっか、進化じゃないんですもんね、うん、だからアダムとイブですよね、うん、神様が作ったって言われてるんで僕はもうあれはすぐ隣で目くじら立ててですね、進化じゃない、変化だって言って、変化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 やって自分がいると隣ではみんなね、あ変化や変化や変化あ、でも教会ってないんですか、この進化論は。進化論は基本的にないですね、はい、ないんだ、はい、神様が全てを作ったっていう、これはまた次時間があった時にゆっくり話しましょうね、はい、はい、ではもうそろそろお時間が、はい、ているので、はい、それでは最後に、はい、1年の初めとしての祈りを、捧げてまたお別れしたいと思います、はいはい、2017年ラジオを聴きの皆さんにとってより良き1年でありますように、はい、そして2016年もですね、神様がたくさんの祝福を受けました、平安を与えられましたことに感謝します。これからまたですね、新しい年、あなたにとって、そして家族にとって、地域にとって、そして職場、そしていろんな経済にとってですね、いい年でありますようにお祈りいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン、はい、お時間ですか、そろそろ、はい、はい、ありがとうございました。はい、それではまた、来週お目にかかりましょう、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。メールでしか実家あったんですけど、あった、あった、来てたんですよ、え、小座に、あの、はい、FM 小座の、どんな方、あの、渋いおじさんでした。おじさん、エモリ、エモリに似てる、エモリを送ります、エモリ通る、芸能人にいますよね、エモリ、エモリ通るっていうの、そうそうそう、エモリ通る似てました、めっちゃ、そうなんだ、炭酸おじさんはわかるよ、誰か。あとよく見えるが、寒いだじゃれが来てますよ、必ず送ってくるんですよ、寒いだじゃれ。炭酸おじさんですよ。炭酸おじさん。炭酸おじさんの正体はわかる。